はい、で続いてのスピーカーは辻元さんです。よろしくお願いします。どうもおはようございます。辻元と申します。そうですね、すみません、多分僕が今日一番わけのわかんない感じの人間なんですけど、一応フリーで編集とかライターとかをしているものです。で私はですね、個人で雑誌を作っておりまして、まあ個人で雑誌って出すものなのかというのはあると思うんですが、大体出版社から出るものだろうというふうに思われる方多いと思うんですけど、一応まあそんな人間もいまして、まあ私はそんな一人ということになります。でね、ちょっと今日忘れっぽいのでちょっと軽くメモだけしてきたんですけども、まあ雑誌って言ってもいろんなテーマがあると思うんですけれども、私が作ってる個人で作ってる雑誌のテーマは、生活です。でまあ、生活っていうと、まあ皆様誰しも生活を送られてると思うので、ね、身近なものだと思うんですけれども、まあ、だから一種のライフスタイルマガジンって言っていいと思うんですが、ただまあいわゆるちょっとライフスタイルマガジンっていうふうに言われてるものとはちょっと若干違うところはですね、まあ大抵こういうものってこうなんか雑誌が掲げるこう素敵な生活とかを提案するようなものだとが多いと思うんですけれども、まあ私の雑誌はですね、全然そういうことを全く提案しない雑誌ですね。で雑誌名が生活考察という、名前でして、まあ、そのまま生活を考えるっていうそのままの内容なんですけれども、でまあそうですね、なんでそんな方針を取ってるかというとですね、まあ結局理想の生活っていっても、まあ個人で私が作ってるようなものなので、まあ所詮ね、私のなんか生活っていっても大したものではないので、だったらこう人の数だけあるいろんな生活っていうのにこうもう直接まみれてしまう形で、こうそういうもののこう多様性を面白かった方がいいのではないかなと思って、そういう理想のっていうことを特に掲げないでやっております。でまあそうなるとですね、まあ実にいろんな生活が描かれているんですが、まあ中にはこうちょっとまあ破天荒だったりとかですね、傍から見たらこう常識外れみたいな生活が描かれてたりもするんですけれども、まあ多分大事なのはですね、どんなに破綻しているようなものであっても、それはまあその当人にとってはまあそれが日常生活だったりするということでして、でまあそれも描き方次第でとてもめちゃくちゃだったりするものもすごく豊かなものに思えてきたりっていうのがするのが、こうちょっと文章の不思議だなというふうに思っております。固い話ばっかりで、まあ、こんな雑誌なんですけれども、そうですね、基本的には小説家の方であったり評論家の方であったり、まあ、本当に舞台の人だったり音楽の人だったりと、まあ、実にさまざまな人がこうご自身の生活についてこうエッセイを書いてくださってるっていうのが、まあ、メインコンテンツになりまして、まあ、その他にちょっとインタビューだったり対談だったり、まあ、そういうものが収録されております。でまあなぜそもそも生活っていうのをテーマにしたかといいますとですね、ですね、まあ言ってしまうと、なんかまだまだ生活って楽しめますよと、捨てたもんじゃないですよっていうことが、まあ簡単に言っちゃうとそういうことが言いたい雑誌なんですけれども、そうですね、まあなんか退屈だなとか毎日つまんないなと思ったりするようなこともあると思うんですけれども、まあちょっと見方を変えたりとか視点を変えたりとか切り口を与えたりするとですね、途端にこう当たり前の生活っていうのがちょっと面白いものに見えてきたりとかすることが多分あると思うんですね。でまあそういったコンテンツっていうことでですね、ちょっとうまくいったかなといったものをちょっと2つばかりご紹介させていただくとですね、ちょっと多分この後多分出てくると思うんですけれども、まあ一つがですね、これがこの号に載ってるものなんですが、ですね、この右下に載ってるもので、岸本幸子さんという人気の、翻訳家でエッセイストの方がいらっしゃるんですけれども、この方にですね、ある期間ずっといわゆるメモを取ってもらったんですね。よく生活上でこうメモを取ったりすると、後で読み返したりするとこうちょっと何が書いてあったかよく分からなくなっちゃうことがあると思うんですけれども、ちょっと読めるかちょっとね荒いんで分からないですけど、まあこういうこうちょっと謎な言葉がいろいろ書いてあるんですが、これをですね、後で、まあ、どういう企画かというと、後でその忘れてるであろうメモっていうのをもう一度本人が読み返してみて、それがまあどんなものだったかっていうのをこうちょっと回想したりするような内容になってるんですね。でまあその後でそのコメントがついたりして、そこでこうちょっと話にオチがついたりするったりするんですが、まあこれの面白いのはこういう日常のこのメモ用紙っていう何でもないものが使って、まあ
ちょっと簡単に言うとエンタメ的なものができてしまうっていうのがちょっと面白かったりして、すみません、これちょっと画像がなかったんでちょっと適当に撮ってきたんですが、これは皿洗ってる写真ですね。でもう一つの企画というのがですね、まあ音楽評論家と音楽家が、まあ本当に大真面目に皿を洗ってる時にこうどんな音楽を聴くと効率化されるかということを本気で真面目に論じているものでして、ちょっとこれすみません画像なくて家で撮ってきました。そうだから この音楽だとこうちょっと皿を扱いがちょっと荒くなっちゃうから良くないとか、ちょっと作業ペースがちょっとはかどらない、このなんかリズム&ブルースはちょっと良くないとか、まあやっぱり結局四つ打ちが一番いいとかそういう話になるんですけれども、まあなんかそんな話をするやつがありまして、まあこれもまあ言っちゃうとその何でもない日常のものからですね、こんなに話が膨らませられるのかと、そういうちょっと面白さがあってですね、ぜひちょっと読んでいただきたいんですが、これが一応今新しく出てるものですね、一番新しいものになります。すいません、なんかね、あんまり一人で話し慣れてないもんで、でまあまあ生活と想像力って書いてみましたけれども、まあ想像力を持って生活しましょうと、まあ、一応その生活と想像力をめくるある種のライフスタイルマガジンというのを自称しているんですけれども、あれですね、まあつまんない日常だったとしてもこう想像力を持って考えることでこう生活がこんなにも面白くなるとか、まあいろんな発見ができるとか、そうですね、そういうあと思考がすごく飛躍するというようなことを提案できたらいいなと思いながら細々と作っておりまして、まあ次号がそろそろ今作ってまして出るんですが、まあ、こんな感じのところで取り扱いをしております。ですね、まあ、検索などしていただいてすいませんね、こんなグダグダでね、いやそう一人で、ね、話すのはすごく慣れてなくてですね、まあ、こんな感じで、まあ、時間が終わるのを待ってるんですね、はい、すいません失礼しました、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと質問はいですかね、はい、すみません、なんかこうさっきまでの流れからちょっと急になんかこう暗い感じになっちゃって、はい、これから2人で話せますんで、はい、はい、話して、はい、そうしよう、ここから楽しく、ここから、はい、しし、私もガチガチに緊張してました、ね、あもうね、そんな感じで、はい、一応紹介してもらったメモのところは紹介いただいたんですけども、はい、それ以外で、はい、まあ、破天荒な生活っていうのがちょっと気になったので、破天荒って言っちゃったんですけ ど、まあ、ひたすらサボることにだけついて書いてるやつとか、ただそれもあれですよ、書いてくださってる方はもう芥川賞何度もノミネートされてる犬明人さんって方だったりとか、結構執筆者はすごく豪華な雑誌なんですけれども、あと何でしょう、破天荒ってちょっと言い方がちょっと派手だったかもしれないんですが、あと一個強烈だったのは、何でしたっけ、足の皮剥がすやつあるじゃないですか、塗ってあ足の皮ピーリング的なやつ、いやじゃなくてね、なんかこう液体につけとくと足の皮がペロッと抜けるやつ、あれですごい皮を採取してるっていう、強烈でしょ、強烈です、うん、でもなんかね、それなのにでもちょっと泣けるんですよね、泣けるエッセイなんですよ、泣けるエッセイ、なんかね、こうだからこうすごい面白いなと思ったのが、こうそんなものでもすごく書き手の方の力によってすごくなんかいいものに見えてくるんですよね、うん、と思います。はい、どうもありがとうございました、皆さん、はい、ありがとうございました。